どうもみやです。どうもめっちです。邪魔くせえもんがあるなと思って。なんすか今日はっすよ。ほい、前回に引き続いて、はい、前回に引き続きというか、まあ、ちょっとあれか、前回と前回、そうはい、ソラウミン君のデトネーションゲーミング主催のファイトリーグカップ優勝した出来を紹介させていただいたんですけど、はいはいはい、今日はね、はい、同じくデトネーションゲーミング第2回ファイトリーグカップ優勝したなるかさん、なるかちゃんからいただいた出来レシピの紹介です、はい、ありがとうございます。おめでとうございます、はい。まあ、どちらもね、はい、トイは、うん、同じ感じだったっていう気が。あ、じゃあアスクリでしょ。アスクリですね。トイ、はい、トイは違うのか。ですです。ごめんなさい、今回ね GGG を、はい、紹介したいと思いますんで。 GGG か、めちゃ強いんで、ね、なるほどね、こちら使っていこうと思います。いきましょう。それではいきましょう。 GO! せいこう。さあ今日も熱く盛り上がりましょう。 DDD 軸ってことですね。そうですね、 DDD 軸なんで、ポイズンショッキングされる。これどうなんだろうな。これでいいと思うんですよ、うんうんうん、こう連チャンをけなくして確定で処理ができる、はい、で DDD を攻めに回すことで非常に強力なのかなと、はい、対角線上に置いた方がいいんかな。相手がまあリューズだったとかってことを考えると、そうなんですよね、1に置いとけばどっちもは取れないのかな。そうなんですよね。攻めの形を作れるか。リューズケアだと、うん、まあ1、1しますか。はい、難しいところだな、これは、はい、結局これだと縦の直線で取られちゃう、ミンチとかで取られちゃう、ミンチで、まあ、無理やり取られる。クラックが止まんね。なるほどね。E カップ、 E カップ対決、 E カップ。おお、どっちも処理なんですよ、これ。どっちかったよね、これ。どっちかか、うん、かけてきましたね。どっちかを処理ますね。これアイロンもらったらでかい、ね、アイロンもらったらもう E カップどころじゃないですよ。よいしょ。おい、さあどっち。しかも GGG の場合、これハーモニーとかじゃなかったら取れないですからね。この前ランちゃんのあれは別にアーツが逃げる必要ねえのか。まあそうっすよ、そうっす、関係ねえのか。 E カップが2つある。勝手にしょってくれるのか。2つの E カップ、すええよこれ。DDD これですから、これが強さです。どうしようかな、マルチでいくか。マルチで縦取る。いや、ラムちゃん、ラムちゃんありだな。うん、あ、それめっちゃあり。これリューズ使えないんで、これもリューズ封じつつ、それいきますか。リューズかどうか分かんないですけどね、まあ、ハーモニーだとしてもこれかな。うん、6はちょっと裏目が多いんで、はい、やっぱ守りながら戦う、うん、この姿勢ですね。で、これでまたアイロナの HP 回復できるんで。強いね。最近ね、こういう系のね戦い方にハマってるんですよ。はいはいはい、宿女デッキだったり、あのリミット JP だったり。楽しいよね。コントロール軸はすごい楽しい。うん、ただそれでこう連敗が続くと、僕はよくゴリクリにまた上手くする。よくやって、僕あの15ターンとかいきましたもんね。JP カップあったじゃないですか。はいはいはい、 JP カップやばかったよね。 JP カップみんな結構やった、名古屋のオフ会中だったんですけど、うん、みんなやってたんですよ、はいはい、僕だけあのみんなバーン JP とか、はい、なんかズキュンとか使ってめちゃくちゃ速いデッキで攻めてたんですけど、はあはあ、僕だけリミット JP でめちゃくちゃ邪魔してやろうと思って。リミットはやばいわ。あのな、結構上位に上がってた、はい、ランクインした B8 くん、はい、B8 1位ビアチ1位か。1位です。ビアチ君当たったんですよ。おで、ビアチ君その場で言ったんですよ。そう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 、うん、でデッキがやっぱ早めのデッキやってたんですよね。はいはいはい、ビアチ君のデッキがね。はいはいはい、で、いやこれあれじゃないですか。破れるこれ。え？
アイロナをもう一回出せば、あそこ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 取れようと思う。取れんのか。割と頭おかしいな。まあ、うざさが半端じゃないですね。で、まあ、B8 くんと当たって、はい、うん、僕がめちゃくちゃ本当はもう負けてもいいというか、はいはいはい、負け前提でめちゃくちゃ邪魔してたんですよ。嫌なやつだ。本当に邪魔してたの。もう時間かけて、はい、別になんつうの、ゲームの時間をかけてるわけじゃない。その置くのはすぐ置いてたけど、はい、デッキ的にもう盤面こっち半分全部埋まるみたいな感じで戦ってたんです、はいはい、もうオーバーバースト当たり前ってやつでしょ。そう、はい、で B8 くんはなんかもうすぐやっぱ、うん、結構早めに試合終わらしてましたって言ってたんですけど、はいはい、平野さんと戦った時だけめちゃだるかったっつってめちゃくちゃ時間かけてやろうね、マジでだるかったとか言ってちょっと怒ってました。まあでも JP カップ本当にそのもうオーバーバースト、基本オーバーバースト入るみたいな感じだったじゃないですか。いやいやいや、みんな早い人なんかもう、あ、もう早いタイプなんだ。ズキュン出して線出なかったらリタイアとかやってましたよ。あ、そうなんだ、はい、それやってんのね。あとはまあバーン JP でガンガン攻めたりとか、はいはいはい、その中僕はもう一人でもう黙々とここで置いてとか言ってしかも結構勝率高かったんですよ。はいはいはい。でも普通に8割ぐらいあったと思う。全然負けないの。で B8 君に負けたけど、うん、もう B8 君とはもうオーバーバースいったし、長かったしオーバース16ターンまでいったからやばすぎやん。めちゃくちゃ面白かったあれは。そう、それコントロールしながらの戦いがやっぱ楽しくて、楽しいです ねあれは。あ、それ強いだ。これでミキーが取られた。はい。イーカップ、急にちっちゃくなった。ポッチナミン、終わりだ。出せるときに DDD を出していくと、はい、しかしこれは DDD 出せないっすよ。です、まあ、出してもいいですけど、どこに出そうかなって感じかな、うん、A ミュージックだったんで、ですね、ここ埋めましょうか。ほほほ、はい、バキュームが置けないと。バキュームというか、まあ、エイミーも置きづらい、うん、例えばここに置いてからエイミー置いたりとかできないんで、電池置いてエイミー置けなかったりとか、うん、あのアイロナ置いてエイミー置けなかったりとか、はい、エイミー結局リーダーにつなぐとなると右斜めアットしかないんで、はい、9番に置きたがるんですけど、うん、まあ、9番に置くためには12番または8番とかにファイターを配置している必要があると、うん、まあ、それができないんで、はい、だからここに置いてもエイミーでつなぐとなると、ね、まあ、6番に置いたり、6で全処理するぐらいしかない、そうリーダーに攻撃ができない、そう。で電池がねやっぱ600になったのがすごいでかいなと思って、うん、確かに6と7の差がもうやばいよね、うん、これしかも6置いても取れないのか、全処理できない。あれがメロディーが残っちゃうんですね、もし。あ、エイミーは、エイミーだ、はい、こっちテンション残りましたけどね、うん、これやっぱり DDD のショルとショルでなって考えさせられる強さ、はいはいはい、ありますよね。さあ、狙い通りのチェーンを伝うことはできるか。あれ、こっちか。わっしょい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 、多分勝ち。パワーアジャスト決めてみせた。よいしょ、おい、500、500の全然勝ちですね。シェイオレイ、イエー、このコントロール力ですね。そうですね、うん、強いですね。強いね。やっぱりしっかり盤面を取れば戦いできるなっていると、はい、強力。DDD ミラーも何のそのと、何のそのですね、うん、なるほど、すごい強いデッキだと思います、まあ、しかも使ってやっぱコントロール用なんで楽しいと思います、うん、そう、実際デッキレシピもらったじゃないですか、はい、で僕も使ったんですよ、リーグモードって、はいはいはい、したらマジで強くて、なるほど、うん、制圧力、ね、DDD のこの面白さを見事に生かしたデッキだったなと、なるほど、思いましたね。非常に強力で面白いデッキなんで、皆さんもぜひぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、参考にしてみてください。はい、提供していただいた成川さん、ありがとうございます。レシピ見せてないですか。そうか、
こちらレシピこちらです。はい、おい、こちらができるレシピになっております。はい、まあやっぱりその長射タイプが多めに採用されているのと、はい、やっぱり単射で DDD、 そして単射タイプが入っているのが非常に強力なファイターが多いので、うん、はい、まあ、相手の DDD で相手の奪ったやつを、うん、まあ、デルタでやっぱり強化するっていうのが非常に強力な動きなのかなとですね。はい、でまあやっぱりね、ここのメロディーは処理要因で入ったり、はい、まあ、アイロナもいるんで、うん、処理には困らないよっていう感じですね。はい、でまあレンチもスタイルチェンジ前がポイントということで、はい、まあ、これ自身のね火力も200あるんでですね。はい、実質まあ600にスタチェン5の HP600 になったんで、はい、もうアーツ方向で決めるって感じですよね。はい、しかもかわいい、かわいい、久しぶりにこの 2D、 あ、 3D 見てみてる、やったね、かわいい。まあそんな感じのデッキになっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。参考にしてみてください。はい、概要欄の方に、そうですね、紹介の記事とか立ち回りのね解説とかもやってるので、そちらもぜひぜひ合わせて確認してみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。